今回はタングラムマダラオスキー場に来てます。今日はね、念願のスキーです。イエーイ。やっぱ冬といったらね、スキーしないとね、まあ、ミーたちいつもスノボーなんだけどね、今回はスキー体験をしてきます。2日間ね、スキー体験をするということで、その様子を皆さんにお届けしたいと思います。はい、ホテルもそのスキー場直結であって、めちゃめちゃ綺麗だし、めっちゃ家族で来るのもカップルで来るのも友達で来るのもおすすめのね、そうスキー場となっております。はい、レンタルとかが充実してて手ぶらで来れるらしいから、みんたちはね今日はウェアとか持ってきちゃったんだけど、そう、ね、板とかは持ってないんで、板とブーツとかはレンタルでやろうと思います。はい、じゃあもう早速レンタルしに行こうか。そうだね。で、あ、そう、ちなみにね、今日泊まるホテルがなんかご飯とかもついてて、夜ご飯と朝ご飯バイキングなんですよ。もうそれも楽しみ、そうで、温泉もあるから、大浴場で温まれるっていう、素晴らしい。素晴らしいね。もうそのコースめっちゃ良くない？スノボとかしてからの温泉ってさ、やばくない？めちゃめちゃリゾート気分味わえる。はい、味わってきます。はい、それでは早速、いっけよ。スタート。眩しい。眩しいね。レンタルを申し込みます。なんかこれで入力してレンタルできるらしいです。サイズ感どうすか？大丈夫です。大丈夫。めっちゃぴったり。スノボーのブーツより重たい。ね、スノボーで慣れてから難しいね。どんぐらいぶり？アミは高一ぶりだから、何年ぶりだ？5年ぶり？嘘。小二って、小二って何歳でしたっけ？78。78？早速こう始めたいんですけど、じゃあまずは、体操から。伸びない。じゃあちょっと早速やっていきたいと思います。目線に気をつけて、はい、まずは歩いていきましょう。せーの、はい、じゃあ行きます。はい、行きます。明日やばい絶対。はい、流した。こちらトンネルでございます。あ、座れた。ナイス。かかんない。右足こっちに向かないです。スノボとは違う筋肉使ってる感じがしますね。明日やばいじゃん。明日やばいですね。明日もこんなになってるかもしれない。Yeah.
楽しかったね。ちょっと怖さはあったけど楽しかった、うん、やっぱできるようになるとね、できるまでってもやっぱさ慣れじゃん、こういうのって。そうだね、慣れてくるとちょっとね、うん、調子乗ってスピード出してアビアもこけそうだ。今ずっと遅くてもうさずっと待ってもらってる。じゃあ今日はこれで終わりで、夜ご飯とかね、うん、またホテル紹介もしたいと思うので、これからちょっとお土産を見に行きます。だいぶ体痛いね、もうそれね、もうこうやってやるじゃん、うん、だからここがやばいね。それな、もう手とかも結構痛いね。私はもうおばあちゃんだ。あんなにさ置いてかれてさ、もう死に込めてさ、お腹すいたね、早く食べた。あともうちょいでご飯だから ね、ちょっとだけちょっとお土産に散策する、うん、出る。はい、ということでご飯の会場に来ました。お腹すきすぎている、ペコペコ、ね、バイキングなので今から取りに行きたいと思います。行ってきます。すごい、見てこの広い、めっちゃ楽しい。あ、バイキング大好きで、まあ、バイキングとか来ると本当に永遠に最初から最後までずっと食べてる人すごいよね、すごいよね、マジで。お刺身見えるの、カプレーゼめっちゃ可愛い、大好き。どうやって持ちようか迷っちゃう。これね、ベジファーストしとけばこれはダイエットです。もいただきます。いただきます。もうお腹空いてたから何でも美味しい。はい、こんなにあると迷っちゃう。でもサーモンしかなかった。あ、サーモン、雨ローストビーフになります。かぶりつきますね、もういきます。めっちゃ美味しそう。私はサーモンからいただきます。うーん、なんかサーモン食べると笑顔になれるわ。幸せだ。ローストビーフの柔らかさ半端ない。サーモンもトロサーモンだ、絶対これ。食べる。うん、やっぱ運動した後のご飯は美味しいね。幸せだ、うん、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。動画ちょっと向こうで回すの忘れちゃって、今お部屋に戻ってきちゃったんですけど、今からお風呂の準備をしてお風呂に行きたいと思います。念願のお風呂行ってきます。はい、ということで2日目です。おはようございます。おやすみなさいのとってなのに、おはようございます。すぐ寝ちゃったね、昨日。でもよく寝たおかげで疲れも取れたので、今日も頑張って作っていきたいと思います。行きまーす。行きまーす。
かったなと思います。で今回はそのホテルに泊まらせてもらったんですけど、うん、ホテルもねめっちゃ良かったんだよね。ホテル素晴らしすぎた、うん、楽しかった、ね、いいなんか息抜きになった感じがする。確かにこの今回アミたちが来たハングラムマダラオさんスキー場なんだけど、ここはリキマジ19っていうのがやってて、19歳の人はリフト券が無料になるんだっけ。そう、それが対象になってるスキー場だから、うん、その概要欄から詳しくチェックできるのでよかったら見てみてください。はい、はい、ということで今回は2人でスキーをしてきました。ちょっとでも楽しそうだな、行ってみたいなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん待ってます。はい、以上アミとミュウでした。バイバイ。